大石又七は、半角運動家、元漁船の陸民員、静岡県灰原郡吉田村生まれ、1948年、吉田村立南中学校を2年で中退し、漁師となった。第五福竜丸の甲板員、冷凍師として出港中の1954年3月1日、マーシャル初島引きに干渉での核実験で放射性、硬化物を浴び被爆した。 脱毛や水泡などの症状が出て1年2ヶ月間入院生活を送った。被爆者への無理解や偏見に耐えきれず、1955年に東京都内に移住、2010年末までクリーニング店を営んだ。差別や偏見が家族に及ぶことを恐れ、被爆について長年沈黙を貫いていたが、仲間の乗組員らがガンなどで相次いで死去する中、 1983年都内の中学生にビキニ事件について初めて話した。これ以降、被爆体験を語り、核廃絶を訴える活動を進めた。2002年、マーシャル諸島を訪問し、第五福竜丸乗組員の元凶を語った。2010年5月、ニューヨークの国際連合本部ビルで開かれた2010年核拡散防止条約。 再検討会議に参加資格廃絶を訴えた。築地にマグロ塚を作る、開主催、財団法人第五福竜丸平和協会評議員。放射線や内部被爆の危険性を訴え続け、ビキニ事件と福島第一原子力発電所事故は、内部被爆を引き起こすという意味で、本質的には全く同じと述べた。また、 ビキニ事件と日本の原子力発電導入の関係やビキニ事件被爆保障の問題点について発言した。2021年3月7日午前五円性肺炎のため死去。87歳坊ーありがとうございます。